沿線高校放送研究会ミニラジオ。皆さんこんにちは、山梨和也役内田優馬です。滝瀬京役大阪亮太です。このラジオは毎週木曜日24時より絶賛放送中のテレビアニメオーパスカラーズを盛り上げるべく、僕たちが作品の魅力をお届けするというラジオ放送でございます。さあ今日でなんとミニラジオ僕たちのは最終回です。よっしゃー、お解放されてた。お解放されてんだ。おいおいおい、おお、悲しい顔、悲しい顔。いやいやいや、気持ちよさそうだったな。悲しいですけど、ええ、やっぱね、楽しい時間はあっという間だなっていう。すごいいい感じに見えちゃった。すごい。いやでも確かにもうね、第4話まで来ましたから、達成感もありますよね。達成感ありますからね。でもそう、まだ放送まだまだですからね。まだ3分の1ですから。そうですよ。そうなんですよ。いやじゃあもうね、早速でございますけども、はい、やっぱね、振り返ってまいりましょう。はい、昨日の第4話でステアケーサーコンクールの結果出ました。出ました。ダメでした。すいません。そうなんです。あれは、作品もちゃんと見れませんでした。いやいやいや、本当に難しい。いい感じにできたと思ったんだけどね。思ったんですけどね。やっぱまだちょっと、まだやっぱ画数がちょっと残ったままだと、完璧なものは作れなかったかなっていうものはあるのかなっていう。いや、そうなんです。あるんだけども、さらにその後に畳みかけるように、お前と作品を作るのはこれで最後だ。やだよ。もう突きつけると。やだよ、ね、終わりです。なんで。やだよ、確執残ったままです。なんで。いや、もう絶対このステアケーサーコンクールを、二人で勝ち上っていくって話だと思ってたのに、うん、4話で終わっちゃうと思わない。そうやだよ、これでもうペア解消ですからね。え、この先どうすんのって。どうすんの。めちゃくちゃ意表ついてきますよ ね。めちゃくちゃ先の話気になりますけど、気になるところではありますけど、そしてスクリブル、そうです、ね、スクリブル発見されて犯人探しを始めるというところもあって、また新たな展開が繰り広げられるというところでございますけれども、めちゃくちゃなので、まだまだここからなんでね、皆さんにはオーパスカラーズ引き続きちょっとチェックしていただきたいんですけども、はい、まあ、我々は今回このラジオ、はい、我々はここで終わりというところで。そうですよ。話し忘れたこととか言いたいこととかないですか？まだ前半です。オーパスカラーズまだ前半です。そうなんです。我々はちょっと今達成感を持ちつつ言っちゃってますけど、そう、まだまだなんでね。そうなんです、まあ、次のパーソナリティがね、誰になるのか、そうですね、我々も知らないんでしょう。そうなんですよ、教えてくれないですよ。この人はどうせこの人とこの人でしょっていう話をしたら、いや、ニヤ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 違いますんで。そうなんですよね、ちょっと気になりますよね。そうなんですよ、キラキラじゃないんですよ。キラキラ時間だよのね、あのキラキラチャイムが鳴るんですけど。そうなんです。まあ、でも皆さんぜひともね、来週からもこのオーパスカラス沿線高校放送研究会をね、はい、ぜひともよろしくお願いいたしますよ。そして本編もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、というわけで、テレビアニメオーパスカラーズは毎週木曜24時より東京 MXBS11 にて放送中です、はい、よろしくお願いいたします。それではまた、バイバーイ。